これちょっとね、表になってますけど、血液成分を調べてるんですね。体の中の成分を調べてるんです。で、例えばですよ、まあ、花粉症だとしますよ。で、感傷を、その花粉症の人に、まあ、鼻水だらだら、目が、こうね、涙が出たりとか、目がかゆいだとかって、そういう症状があった人に感傷をやって、それで症状が取れました。で、やる前とやった後に、体の中の血液成分を取るんですね。で、まあ、やる前の血液成分を取る。花粉症の原因の成分が出てるわけです。で、干渉をやって、その後にまた成分を検査すると、その花粉症の原因の成分がなくなっている、あるいは少なくなっている。